本日はですね、今日本で一番お話を聞きたい、行列ができる政治家ナンバーワンのですね、小泉進次郎先生にお越しをいただいて、今最もホットな農政の改革、そして日本の行方というですね、皆さん一番聞きたいテーマについてお話を聞く会を、設定できましたことを本当に嬉しく思います。農業の問題は生産者の問題でもない、消費者の問題でもない、むしろ生産サイドのポテンシャルはおそらく世界一あるだろう、そして消費者は世界一優れているだろう、その間をつなぐ農協、あるいはそのサービスセクター、遅れていると言われている、でもそこにサービス革命が起こせるんじゃないか、いろんな提案をいたしました。で、ここまで言えば皆様お分かりかと思います。そのここに真正面から取り組まれて、ここまでインパクトを与えている、つまり農協は私から見たら実は大きく生まれ変われる、そしてそこのセクターこそ消費者と生産者をつなぐ、マーケティングその他を行う、このサービスセクターの改革こそ実は農業、地方経済の最大の成長の要因になるのではないか、そう思っていたところに小泉進次郎先生、進次郎さんが出てきていただいて、ついにそこに切り込んでおられる。ですからそこが皆さん一番今日、私はそこを聞きたい、お聞きしたい、そしてそこで何か日本の希望が見えてくるのかなというようなことも考えまして、今日大変お忙しい、行列のできる小泉進次郎先生にお越しをいただいた。改めまして皆さんこんばんは。山崎さん、今日は貴重な機会ありがとうございます。なぜ私が農業に国際認証をこれだけ力強く進めるかといえば、最も持続可能する農業改革は何かといえば、農協改革ではないんです。最大の改革は農業者の改革なんです。現場の改革なんです。そのためには意識改革を起こさなきゃいけない、発想の転換を求めなければいけない、その発想の転換に私はそのツールとなるものは何かと考えて、一つの行き着いた答えがこの国際認証なんです。グローバルギャップの取得の後押しをしなければ、このままだと日本の東京で開催されるオリンピック・パラリンピックにもかかわらず、日本の国産の農産物が提供されないという、そういった事態に陥りかねない。それはなぜかといえば、日本の中で国際認証を取得している農業をやっている方は 1% もいないからです。よく東京の小池知事が言っているような、東京オリンピック・パラリンピックのレガシーの中でも最も分かりやすい具体的なレガシーは、この国際認証の普及が進んだという形での食と農業のレガシーですよ。これをやんなきゃいけないと思ってるんです。経営というものをしっかり考える農業が根付くことによる、まさに現場の改革なんです。そうすれば最終的に日本の農業を担う農家の皆さんは、農業経営者として農協と補助金に依存するのではなくて、いい意味で農協と補助金を活用する、そういったあり方に生まれ変わる、それをやっていかなければいけないと思っているんです。政治は今の問題に対処することはもちろんのこと、10年後を見た時の当たり前を今からやっていくことが大事なんです。その10年後の当たり前は間違いなく農業者個人と国の施策がもっと結びつきますよ。農協の組合員を増やすことに意味はないです。何を増やすことに意味があるかといえば、農業経営者を増やすことに意味があるんです。私たちの今回のプログラムに入れてあるのは、農業経営者を増やす、育成する、そういう施策を組んであります。この時期、この施策を、このプログラムをしっかりやり遂げたから今の農業があるんだと、そういった将来からの評価が私は必ず得られる、そのミシン目を入れたと思ってます。ぜひこれから日本の農業、私はすごく魅力を感じてますんでね、一人でも多くの方に日本の農業の可能性、その魅力を
これからも伝えていきたいと思います。